様は無力だ。故に母を守れなかった。力なき者は全てを奪われる。お前の手から今までどれだけ大切なものがすり抜けた。 力が必要だ。怒りと憎しみに身を浸せ。復讐だけが生きる道だ。その器は化けを出すがいい。俺はお前に感謝している。 傲慢さゆえに世界を戦火で飲み込んだ。怒りと憎しみを振りまく貴様は三島和也と同じだ。罪と共に生きろ。孤独な戦いこそが贖罪だ。罪の意識と使命感が前へ進む意志を与えてくれた。 だが、俺の贖罪は孤独な戦いじゃない。変えてくれた。俺はこの罪と共に生きていく。 過去の己と向き合い乗り越えてきたようだな。ああ、怒りと憎しみが俺たちを生かしてくれた。そうだ、罪と使命が俺たちを強くしてくれた。全ては今の自分につながっている。そして未来の自分へと。俺は過去を受け入れるためにここに来た。 俺は未来へと踏み出すため、ここを出る。俺はもう、お前を、俺自身を否定しない。俺自身を縛る心の鎖を、お前が打ち砕いてくれ。ああ。 この鎖を打ち砕き、前に進むべき時だ。これで最後。心を縛る鎖はもうない。お前の本当の望みは何だ。俺の望みは。 俺は命に代えても大事な人たちを守りたい。そのためにはお前の力が必要だ。
デビルよ、もう一度共に戦ってくれ。ああ、もちろんだ。俺は決してお前を否定しない。それがお前の望みなら、すべてを受け入れよう。執念だな。ここまでのようだな。ジンはデビルなのに怖くないよ。死なないでね。今度こそ全てを終わらせる。否定していた貴様がどういうわけだ。貴様にはわかりない。今の俺にとってデビルの力は呪いではない。守るための力だ。その力、以前の俺には届いていたかもしれんな。だが、今の俺には遠く及ばん。ここで全てを終わらせてやろう。死ぬほど消すつもりか。まだ足りないんだ。もっと強くならないと。
俺は存在している意味がない。あなたは優しいから、きっと自分のことは後回しにしてきたのね。でもそれが誰かを悲しませることもあるとあなたは知っているはず。風間の拳は大事な人の思いを守るためのもの。自分自身も守るべき大事な命だって忘れないで。母さん、俺は生きたいと思っていいのか。風間の力は命を育み、魔を清め払う。その力であなた自身と和也さんを救ってあげて。ジン、行ってらっしゃい。姿はまさか。おのれ！これは浄化の力か。貴様のデビル、そしてあなたの力と共に。